毎回、内海武雄の心身健康ラジオ。皆さんおはようございます。武雄内科クリニック、河原と心ここの診療所、院長内科医竹雄と申します。この放送では、医療にまつわるちょっと役に立つ小話を毎朝50分に10分程度で配信しています。また毎朝5時半からライブやっていて、公開生し6なさんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。 トークも人気ですぜひご参加くださいということで、えー、毎週日曜日は医師国家試験にチャレンジの日ですけれども、えー、これ収録しての9月の17なんですけれども、ちょうど昨日ですね、9月の16日が、えっ、ー、と、公認心理師法の試行日かなちょっと何台か忘,忘れましたけど、<laughs> っていうこともあって、えー、和光大学の小塚先生が、まあ去年からですね、あの、心の健康の日っていうのをやってみたらどうかっていうのを企画、 発案されまして、まあ、それに乗っか,かって昨日ね、私もいくつか TwitterX で投稿させていただいたんですけれども、まあ、その一番最後に、まあ、今日の問題の予告をさせていただきましたで、えー。今日取り上げる問題はですね、だから心の健康にはちょっと関わる問題ですということで皆さん一緒に考えてください。はい それでは、えっ、ー、と、今回取り上げるのは第115回ですね、の E の18っていう問題ですけども、この E はですね、必修問題っていうところで、これ以前にもね、お話したかもしれないですけども、必修問題はですね、えっ、ー、と、8割の正当率を求められるんですよね。他は6割ぐらいでいいんですけども、必修問題ゾーンはね、8割正解しないといけない上に、えー、近畿市っていうのが一部あってですね、これをやったら、あの、あんた医者として失格よっていう選択肢がね、その中に、 あの、地雷みたいな感じで縮ばめられている超危険ゾーンなんですけれども、その中の問題の一つになりますね。はい。ということで、まあ、今回はちょっと問題は非常にシンプルです。はい。えー、うつ病の症状に含まれるのはどれか ?A、食欲がない。B、入眠時、寝入りですね、に減少を認める。C、好きなこの、好きなことだけにやる気を出す。D、 簡単な計算でも間違った答えを言う。い、e、い。自殺せよ。という命令がテレパシーで頭に入ってくる。いかがでしょうか。まあ今日は問題文を読むのは超楽勝ですね。あの先週は問題文が超長かったんで。<laughs> はい。えー、いかがでしょうか。もう一回選択肢、あ、選択肢、問題、選択肢いきますかね。えっ、ー、と、問題文が、うつ病の症状に <laughs> 含まれるのはどれかということで、え、A、食欲がない。B、 入民時に現象を認める。し、好きなこと、好きなことだけにやる気を出す。で、簡単な計算でも間違ったことを言う。い、e、い自殺せよという命令がテレパシーで頭に入ってくるということで、はい、皆さん回答してください。いかがでしょうか。えー、っと、スペースの方から行きましょうかね。スペースは、あ、A がお一人。はい、ありがとうございます。えー

ちょっと A 以外の選択肢を選ぶ人が一人ぐらいいて欲しかったですけども。えっ、ー、と、A、A ですね。皆さんね。はい、A です。はい。では、正解発表いきますかね。えっと、正解は、A ですね。はい。正解の方おめでとうございます。 これやっぱ簡単すぎるんですかね。まあ必修問題ゾーンっていうところを、まあ結構ね、今までの問題必修問題から選んでることもあったんで、まあ必修問題だから解けるのか、まあでも、まあ非常にリテラシー高いなというふうに思いますね。あの、はい、皆さんおめでとうございます。正解の方。はい。で、これはですね、もう、まあこれは多分ね、医学生もほとんど会ってくるんじゃないかなと正、正当してくるんじゃないかなというふうに思いますね。で、 よくですね、あの、本当に、まあ、昨日もちょっと書きましたけれども、うつ病の症状としてですね、まあ、その気持ちが落ち込むとかですね、あとは、うん、と今まで楽しめていたことが楽しめないとかですね、こういうのは、まあ,あの、非常に有名というか、まあ、もちろん診断記事の中にも入ってはいるんですけれども、ただ、そうではない、あの食欲がないとかですね、あと、それに伴って体重が減るとかですね、えー、あとは、やっぱり、 睡眠ですね、えー。特によく眠れないとか、まあ逆に神になる方もいますけれども、神って寝すぎてしまう方もいらっしゃいますけれども、こういったような症状はね、えー、実はうつの症状だっていうことって、まあしばしばあるんですよね。でむしろそういうことで内科に受診して、なんかいろいろ、例えば胃カメラとかやって、 たりとか血液検査とかやったけれども、異常がなくてこれは鬱じゃないかみたいな感じで、えー、最終的には鬱だったみたいなこととかもね。まあ、しばしばあります。なので、まあそういった点でもね。この問題も非常にいい問題ですし。あとはまあ実際ね。そのうつ病の診断基準っていうのはあるんです。けれども、もまあ、その中にも食欲がないっていうのは、その項目の一つとして、ね、入ってきて。 いたりします。なので、えっ、ー、と、ま、映画正解。まあ、診断基準にも含まれているし、ま、映画正解っていうことで、まあ、皆さん大正解ですね。おめでとうございます。はい。あとはね、まあ、結構ね、痛みとか、訴える方もいらっしゃいますし、本当にね、まあ、うつ病って、まあ、もちろん精神疾患ではあるんですけれども、意外とね、身体症状を景気に見つかるうつ病っていうのもあるな、というふうに感じてますし、もちろんいつもお話してますように、ま、診療内科っていうのは内科の一分野なんで、本来は、まあ、うつ病は、あの、その、 なんていうか、どう専門領域の病気ではないんですけれども、ただ、なんかよくわかんないけど、いろいろ検査したけど、異常がないんですっていうことで、診療内科でご紹介、えー、されることって、まあ少なくなくて、その中にはやっぱり一定割合ね、うつ病の患者さんがね、いるのは、まあじ事実としてあるかなというふうに思います。はい。 で、まあ他の選択肢ですね。まあ、あの、もう言うまでもないかもしれないですが、他の選択肢を一応検討しておくとですね、B はですね、えー、入院時に減少を認める。まあこれはまあ、ナルコレプシーのことを言ってるんだろうなという気がしますよね。まああいうことで。で、C はですね、まあ好きなことだけにやる気を出す。これは、 うーん、ま、いわゆる新型うつ的な、ま、新型うつって病名ではないんですけれども、ま、適応障害かなっていうか、ま、これだけでちょっと適応障害というのはちょっと微妙ですけれども、はい。ま、そういう感じの選択肢なのかなというふうに思いますね。で、ま、D は、D ですね。D は、ま、明らか認知症ですね。ま、ただこれもね、あの、結構、なんていうか、あの、深い選択肢で、認知症イコールね、物忘れっていうふうに思われがちですけれども、ま、これは、ま、あの、 まあ正しいんですけれども、その中核症状っていうのは正しいんですけれども、こういったね、簡単な計算ができなくなるっていうのとかですね、えー、シリアル7っていうふうに言いますけれども、100から7を引いて、そこから7を順番に引いてもらうっていう、これは、あの、その認知症の一番簡単なスクリーニング検査の長谷川式っていうやつでもですね、あ,あの、その、そのシリアル7のその計算問題ですね、が出てきたりしますけれども、こういったものが、まあ、認知症の方ではね、できなくなってきたりとか、あとはまあ、当然、 あの、注意が散漫になるとかですね。そういったものもあったりするので、この D の選択肢は、なんか物忘れって書いてないのはね、渋いなというふうに思ったりしましたね。はい。で、えっ、ー、と、E はですね。まあ、E はね、まあ、明らかに統合失調症か、まあ、それに類する疾患っていう感じですよね。まあ、こういう、あの、思考の中に、あの、 ガイアから入ってきたいとか。あとは、まあ、その、この場合はね、テレパシーで入ってくるっていうことになってますけれども、それが、まあ、本当に実際に、えー、人が言ってるように聞こえるっていう、まあ、こういうの幻聴っていうふうに言いますけれども、そういったものが、あまあ、特徴の病気ですよね。はい。ということで、えー、A が正解。うつ病っていうことでした。 はい。っていう感じでですね。まあ、まさに昨日ちょっとね、その、心の健康の日っていうことで、いろいろ私もツイート、ツイートじゃないか、投稿させていただいたんですけれども、本当にね、えっと、心と体は繋がってるんですよね。えー、精神心身相関っていつも言いますけれども、いうことで、あの、本当に精神疾患でも身体症状が起こることもありますし、逆に身体症状から精神疾患とか、まあ、精神症状が出ることも、まあ、しばしばあるので、そこら辺はね、あの、心療内科の、まあ、一番、こう、肝となる、 その心身相関に基づいた診療ですね。まあそういう心身医学というように言いますけれども、まあそれをやってるんだよということも合わせて知っておいていただけたらいいかなと思って取り上げさせていただきました。はい。では今日も幸せな一日でありますようにお相手は内科医の竹江でした。興味津々。うん